イドルのスピートーン。はい、11月になりました。早いものでございましてね、早いね。私もあと残り2ヶ月というところで、番組ご覧の皆様、あれまたなんか1、2、まだ増えてる。はい、ということで今週はですね、新人さん紹介です。自己紹介どうぞ。はい、シャインフォーエバーに入りました、みーです。よろしくお願いします。またまた新キャラ登場ですね。みーちゃんですね。よろしくお願いします。あ、新キャラってかわいいね。顔赤いよ、照れてる。照れてます。新人っぽい上に見たら素敵キャラ、かわいい。はい、新人さんには毎回恒例のものがございましてですね、はい、新人さんには現メンバー先輩方から質問をさせていただきます。はい、あ、そんなのあったり。はい、ということで、じゃあですね、順番に後ろからいきましょうかね。じゃあね、リーちゃんから。はい、はい、あ、リーちゃん、はい、はい、リーです。最初にミーと会ったのが納屋橋のイベントだったんですね。で、それでミーは入ろうって決めてくれたんだけど、うん、私たちその時はチョコちゃんとミシェルと私の3人だったんですけど、うん、私たちの何ダンスを見てどうして、なんだろう、入ろうかなって思ってくれたのかな、私たちのどこがよくって一緒にやろうと思ってくれたのかなって。あ、はい、もうなんかみんな笑顔が素敵で、もうなんかちょっと惚れちゃって。女惚れしちゃって、なんでダンス楽しそうと思って、うん、もうよし、私入ろうと思ってなんかね、引き寄せられちゃった。ほんとヒューン、もうラブみたいなある意味一番のファンからメンバーになっちゃった的な感じ。そうですね、うん、私やりますみたいな感じ。速攻でその時に決めました。すごい嬉しいですね。はい、はい、はい、ルナです。よろしくお願いします。ちょっと素朴に普通に、普段はどんなことをしてるんですか？あ、普段はオチがうちが床屋さんなんですけども、床屋美容院じゃなく床屋なんですよ。いわゆるこれでこういうのもしてくれる、うん、あ、そう、はい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 、そっちの方も手伝いながら、化粧品の方の販売もしながら、エステもしながら、すごい、うん、そうやってます。美意識高い人を集まってくるね、社員フォーエバーで。そうですね。はい、じゃあ次回。はい、チェリーです。ミーは何してる時が一番上がりますか？え、緊張するってこと？上がるじゃなくて、緊張じゃなくて、テンションが上がる。もう、うわー、これやってる時一番楽しいって思えるのはどんな時？あ、みんなでね、ワイワイやってる時と、この前あのアーシャ撮り行った時に、もうなんかモデル感覚で、ちょっともう何この感覚みたいな、うん、もうウキウキでした。なるほど。じゃあ、うん、一番こう、異星人。じゃあ、アルファアイドル星から来ました、ミシェルです。だんだん怖いじゃない、ミシェル。まあいいや、いいの？最近食べて美味しかったものを教えてください。いいね、いいね。最近ですか？ちょっと豚しゃぶを食べちゃって、うん、豚のがまたちょっとお友達のところの豚屋さんのなんですけど、すごい甘みがあって、もうほんととろける、本当に食べたらプロンっていう感じの、食べたい。それとあとクレソンを一緒に食べたらすごく美味しくて、そう、それをポン酢でね、一緒に食べて、クレソンすごい美にいいんですよ、健康にも、あのデトックス効果があって、だからもうぜひぜひみんなで鍋つつきましょう。冬はね、鍋だね。やりましょう。スタジオミシェル。スタジオミシェル。女子会。いいね、女子会。女子なの？もちろん。あ、ありがとう。かっちゃん、かっちゃん、女子です。もちろん。そんなことなら、かっちゃん入れてあげないよ。いいよ、早い。別に、気がんだ。はい、じゃあ、とりあえずね、リーダーの方からいきます。あ、リーダーチョコです。よろしくお願いします。何そのえぇ、じゃあ、得意料理は得意料理は、あ、ハンバーグ。おー、かわいい。ハンバーグ、うん、
ハンバーグめんどくさいんだよね、うん、意外と意外にね、たくさん作って、うん、ハート型にしたりとか、かわいい、心が若い、若いかアイドルが、心がアイドル、あ、心、うん、心も身もやなんかさ、シャインフォーエバーのメンバーって個性豊かっすよね、やっぱりね、リーダーね、こうまとめてるのだんだん大変やと思うよ、私まとめようとは思ってないもんというわけで、新人メンバーみーちゃん、 MIE とかいいね、みーちゃんでございます。これなんでみーちゃん、ピンクレディのみーちゃん好きとか、あ、高校の時のあだ名がみーだったんですよ、それでそこから、高校からみーちゃんで、うん、はい、ということで、はい、新人みーちゃんでございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後にですね、チョコちゃんから、今後の活動連絡です告知です。はい、今日はなんと手書き見せんならいいやん、カンペにして。そうか、分かった、11月11日25日金曜日、境ベースでレギュラーライブ8時からさせていただきます。そしてそしてなんと11月は東京進出、イエーイ、すごいすごいね、すごい。11月20日日曜日、東京渋谷のラママで、なんていうのこれ、ラママ知らんの、11時半から出演します。私たちの出演時間はまだ決まってないんですけども、11時半からイベントは始まります。そしてもう一つ、11月26日土曜日に歌姫というイベントに出させていただきます。トヨタなんですけども、和音大林店というところで、出演します。はい、東京とトヨタと栄といろんなところに出没してますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。はい、詳しくはですね、ぜひ Shine Forever の、ブログとか、はい、Facebook とか Twitter とかいろいろフォローしていただきますと、はい、最新情報以外にもいろんななんか日常の出来事などもアップしておりますので、チェックをしていただきたいと思います。はい、ということで今週からは新人を入れて全部で 1,2,3,4,6人、うん、はい、はい、6人になりました。シャインフォーエバーで元気にお届けしていきます。今後とも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは最後のご挨拶どうぞ。はい、私たちアラフォーアイドルシャインフォーエバーでした。素敵なアラフォーアイドルでございまして、読書の秋を取り上げおすすめ、喋りが違うみたいなご紹介いただきたいと思います。いや、ちょっとテストの出会うお上品、お品が30のアラフォーアイドル、30のアラフォーアイドル。おすすめの本は、全然自分の強みを使って生きていこうぜっていう、はい、あ、話なんですけど、みんな前向きな、みんなのキャネットさんはみんなのために働いてるんだよみたいな実情を見てる。さすがエロ、エロじゃない、エロじゃない、たった一人の男と、と書いて人と最高に愛し愛し、いや、何冊も、うわぁ、たくさんあるね、引き寄せ系というか、自己啓発本の嵐ですよ、これ、はい、読んでる時はそんなことできるわけないじゃんって思うんだけど、うんうん、でも本当実際になったら本当だっていうのがすごい分かる。じゃん、仕事の本でございます。毎日水素のお風呂に入って、毎朝水素のビガン、お風呂でも水素のビガン、そして水素水を飲む、そして水素の良さに入るというどうしたらいいこれ